こんにちは、ブツレナのジーロです。本日もご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、ビブラートについてお伝えしていきたいなと思います。今日レッスンでやっていたのが、ビブラートをするときに喉のところでこう揺らす感じをこうコントロールするか、お腹をこう、なんですかね、こう揺らすような感じでビブラートをかけていくのかっていうところでちょっとお話をしてたんですけれども、基本的に、こちらの喉の方でかけていくっていう方が良いかなと思います。まあ、綺麗なビブラートはやりやすいので、そちらの方でやっていただいた方がいいかなという感じですね。どういう感じになるかっていうと、まあ、単純にこう、あー、はい、こんな感じですね。で、よくお腹を揺らしましょうっていう方もいらっしゃるんですけど、まあ別にそれも間違いではないんですが、結果的にこうビブラートをするとやっぱり横隔膜が動くので、この、溝落ちのあたりであったりとか、お腹のあたりっていうのはまあ揺れはするんですよね。声の圧が変わっていくので、結果的にこう動くという感じになります。なので動くのは、そうなんですけれども、ただ動かしにかかってしまうとですね、どうしてもこう不安定なビブラートになっちゃったりとか、あとはなんかこうちょっと強めなビブラートになっちゃったりとかするんですよ。例えばこんな感じです。あー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 とか、細切れな感じのビブラートというか、そんな感じになるので、ちょっとこう綺麗じゃない感じになるんですよ。あー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 みたいなとか、あー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 声が安定しない感じになってしまいますので、基本的にお腹はロングトーンをやってる時と同じような感じで支え続けていただきたいんですね。あーはい、この基盤があった上で、あーはい、この喉の筋肉でコントロールをしてビブラートするっていう方がやりやすいかなと思います。これをやった方が、じゃあ例えば、ロングトーンからビブラートに移って、そこからまたロングトーンに戻ることはないんですけれども、まあ、戻ることもできるし、結構自在にこうコントロールしやすいんですね。例えばこんな感じですね。あはい。この時はお腹一切揺らそうとしてるわけじゃないので、基本的にここで、コントロールしてます。まあ、お腹をこう意図的にこう揺らそうとか、頑張ってしまうとですね、結構不安定になっちゃうことが多いので、基本的にはお腹はがっつり支えた状態で、この喉の筋肉を動かしてビブラートをしていくっていう方がいいかなと思いますので、もしビブラートを練習する方は、参考にしていただけたらと思います。はい、それでは以上です。この動画を見ていただきまして、いいねと思っていただきましたら、いいねボタンとあとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴どうもありがとうございました。